すすやみの章、起死回生の策。ここは。よう、これで全員お目覚めか。いやー、いい朝だな。いや、今夜かな。ユーリス、あなたという人は、やはり賊は賊、信じるに値しない愚物ですのね。なんとでも言えよ。そういうことは言われ慣れてるんだ。言えよ、そろそろ。お前らの狙いは何だ？アルファルドはどこにいる？これから何をするつもりだ？いっぺんに聞くんじゃねえよ、めんどくせえな。こっちにも都合が。まあいいか。あの人は崩壊の儀を完全な形で再現しようとしている。で、今その準備の真っ最中ってとこだな。崩壊の儀って結局何なの？誰かを生き返らせでもしたいわけ？崩壊に4人の使徒の血を捧げ、死者の魂と肉体をこの世に呼び戻す儀式だそうだ。995年前、聖セイロスが行った儀式では、崩壊に捧げる血の量が足りなかった。だから儀式は崩壊した。その後のことは知らねえが、とにかく枢機卿は書物を読み解いて、そういう仮説に至ったらしい。呆れた執念深さで何年もかけて、途絶えたはずの紋章を持つ4人を集め、ボルフクラッセとして自らの監視下に置いた。すべては儀式を成功させるためにな。つまりは私たちを殺して血を絞り取ろうというのですわね。そんなこと絶対に許しませんわよ。私はこんなところで死ねないのですから。なんか痛そうだね。嫌だな、そういうの。君は平気なわけ？四使徒の血ってことは、君も死ぬわけじゃん？ああ、そうなるな。はあ、俺は心底がっかりしたぜ。お前のことを見抜けなかったてめえによ。死にてえなら、俺がやってやるよ。ふざけて踊ってんじゃなければな。勝手なこと言ってんじゃねえ。ドブの底で泥水すすって今まで生き延びてきたんだ。ほんと、誰が死にてえなんて思うかよ。なら、なんであんな奴に従ってる？命をドブ底に捨てる理由は何だ？決まってんだろ。命より大事なものを守るためだ。大事なもの？ユーリス、君はよほど罰を受けたいようですね。なんだ？脅してるつもりか？罰だろうが折檻だろうが、こっちとら慣れてんだよ。知っていますよ。君は体一つで貧民街を生き抜き、成り上がった。君自身にどんな罰を与えたところで、君の心を折ることは難しいでしょうね。となればやはり、君の母親や仲間たちに始末をつけてもらうしかありませんか。それが、守りたいものか。アルファルド様、あなたは一体何をしたいのですか。どんな犠牲を払っても、蘇らせたい人がいるのです。君たちにもいるでしょう。蘇らせたい者の一人や二人。それは、だからといって他者の命を踏みにじってまで。誰を犠牲にしようと私は厭いません。彼女を取り戻すためならば。死んでるのか。
ええ、今はですがね。アルファルド、きっと後悔するぞ。元より承知の上ですよ。彼女さえ取り戻せるのなら私は何も求めない。それからユーリス、私の目の届かぬところであれこれ画策していたつもりでしょうが、セイロス騎士団ならば動けません。今頃別の任務に追われているでしょう。ああ、そうかい。そいつは残念だ。仮にも聖職者がそんな悪い顔をするなよ。似合わねえぞ。ユリ、ハピなら。待て、まだ早い。さあ、儀式に取り掛かりましょう。彼らを指示した場所へ運びなさい。血を流させるのです。そうすれば血の生み出した魔力が荒廃へと流れ込む。本当にあんたってやつは愚かだよ。君はよく働いてくれました。ゴルフクラッセの動向を逐一報告してくれた。最後に言い残すことがあるのなら聞いてあげましょう。そんなもんはねえよ。俺様はここでくたばるような小物じゃねえ。俺はな、ただ待ってるのさ。待っている。主が舞い降りる音をな。空、来るぞ。鐘の音。このような夜更けに、なぜ。白銀の騎士たちが牢から罪なき者たちを解き放った合図だ。あんたが捕らえて隠していた俺の身内をな。なぜその場所を。いや、そもそも騎士団は。言ったろ、あんた本当に悪役面が似合ってないってよ。俺が捕まる原因となったあの掃討作戦の立案者もあんただったわけだが、やり方がずさんだったな。俺だけじゃねえ、レア様にもおかしいと感づかれちまった。あんたが俺を支配下に置く前からすでに俺はレア様と取引していたんだ。あんたが何かを企んでるなら調べてレア様に報告するようにな。だがあんたは俺の身内を人質に俺の行動を縛った。ウォルフクラッセやアビスの連中の首にまで縄をかけて俺が裏切らないようにした。さすがの俺もレア様に全部伝えることはためらったよ。仲間の命がかかってるからな。誰も頼れねえとなっちゃ自分の力でどうにかするしかねえ。だからあんたに従うふりをしながら俺の家族を仲間を救う機会をずっと伺ってたのさ。この崩壊の儀に備えてあんたがこっちに戦力を集中させるその日をな。正真正銘の悪党と馬鹿し合いをするにはあんた少しばかり人が良すぎるんだよ。なるほど、君は私より一枚上手だったようですね。ですがそれがどうしたというのです。儀式を妨げるものはもはやありませんよ。君たちは死ぬ、
もう間もなく。そううまくはことが。はっこっば、ユーリス、お前本気で縛り上げてやがったな。悪いな。お前なら切れ目さえ入れときゃ適当に引きちぎってくれると思って。たく無茶言うぜ。こちとら血を抜かれてフラフラだってのに。おかげでこんなに時間がかかっちまったろ。お前はもう少し相手を思いやってだな。話についていけませんけれど、とにかく私たちの縄もほどきなさい。自分で頼むぜ。さっき沈黙の魔法は解いておいたからな。あら、本当ですわね。自由になったのはいいんだけどさ、なんかこれまだ血を吸われてない？この日のため私は万全を期した。資材も紙幣も全てを投じた。荒廃の儀は止まってはいない。4人が逃げ出さぬよう囲みなさい。拘束は解いたというのになぜ止まらないんですの？こいつは、ああ、予定外だ。まずいな。笑っている場合ではありませんわ。私たちの命が吸われているんですのよ。待て待て、焦るな。予定外にも備えるのが俺ってもんだろ。なるほどね。俺にも秘策の足音ってやつが聞こえてきたぜ。